今回のホームはサーファー塩の塩姉ペア。それではペアパチンコバトル第4章5回戦バトルスタート。お姉さん、今ですね、はい、常連の方とお話をしたんですが、やはりですね、やっぱり海だそうですよ。やっぱり海、どうする？好きなの打ってもいいですよ。ライダーがいいんですか？上手？ど根性？俺正直ね、どれもいい。え、じゃあ私ど根性打ってみたい。マジで？ちょっとやってみますか。いいんですか？はい、こんな、いいですよ。こんな感じでいいんですか？好きなの。じゃあこんな感じで、じゃあ番長2じゃなくてど根性がいるね。これちょっとバラエティコーナーに俺の狙い台もここ狙い台ね、ネスさんの今日の狙い台、うん、狙い台というか、まあ単純に打ちたい台、うん、まあ向こうがこっち来る可能性あるから台決められないですけどね。そうですね、ただ俺はここから動きたくない俺はここから動きたくない。あ、こいつこれも良さそう。あ、これもなんすかこれあれ、向こう何打つんですか？ど根性ガエル。好きね、マックスはい、じゃあ俺はダンバインはい、というわけで私はですね、ダンバイン、天のダンバイン、こっち打っていきたいと思います。いや、もう楽しいんすよ、とにかく楽しい。狙い台の天デジ、ね、ダンバインを打つネッス。するとわずか5回転、はい、お演出がやっぱ多いなあ。あ、赤保留っすよこれ。これなかなか出ないっすね。当たっちゃうかも。あ、花丸。あ、オーラロード行ってる。これ熱いっす。これ当たるかも。いい方。これが期待度の高い VS レプラカーンリーチに発展。これはもらったか。あ、いい方じゃねえ。レプラカーンとあともう一個あるんですけど、もう一個の方が一番強いリーチですね。これはその一個前です。ただこれでも全然当たります。あとはボタンなんですよ。ボタンがノーマル、赤ボタン、大ボタンとなるんですけど、ここが赤、これチャンスです。いきますよ。ダメか。マジか、外した。やっぱデカボタンが出ますんでね。うわー、外しちった。一応復活演出もあります。復活はないらしい。マジかー、外しちった。一方、アマデジのフィーバーパワフルデラックスへ移動してきたセグコ。これは結構熱いと思うんですけどね。え、残念かと思いきや、いやー、本当、お願い。よし、よかった。無事6ラウンドゲットしました。セグコ、まずは順調な滑り出し。5ラウンド外したら結構本当にショック受けるところでした。はい、朝一はど根性ガエルにやってきました。完全に趣味打ちです当たればでもでかいですよね、これ。当たれば 85% なんでね。何連したんですか、塩野さん。33連。おー、それも朝一ですれば勝ちですよ。半分でいいね、半分で。半分でいい、半分でもいいです、はい、はい、とりあえず当たるように頑張っていきたいと思います。はい、はい、いきなりライダー当たってる人いるじゃん。もう当たってる。当たってるよ。あの人、吉信にそっくりな人ですか？似てる似てる。めっちゃ似てますよね。監督ね。めっちゃ似てる。似てる似てる。選手まだやりたかったろうに。どうでしょう。吉信くんの心配より、再会のこの自分を心配した方がいいんじゃないですかね。お、ライバー。ライバー来た。開いた。でも短い。ギジさんってことですか。ギジさんですね。大チャンスは吉子先生が今、赤の点滅。あ、次回予告とは来ねえかなと思ったんだけどね。
あ、赤だった。お、赤オリュウ。やべえ。暑いですか、赤オリュウ。いや、赤は、いや、そんな暑くないけど。まあでも、まあ、でも30%はあるって。いやー、これで当たってくんねえかな。お、来た、これ暑い。おお、これが一番暑い。ピョン吉役物。ピョン吉役物。タイトルか高からなってくれ。ドッジボール、ドッジボール。おお、さっきのドッジボールはいいでしょ。赤タイトル。いやー、これ来たな。スタッチちゃん。これは来た来た。スタッチちゃんのドッジボールなら。熱いよ、ね。なんと赤保留からピョン吉役物出現。塩の早くもマックス機で大当たりを引き当ててしまうのか。み緑だろう。高柄とかなかったかな、軍とか次回とかな、でもな、あーはーはー、おー、赤オリュウにすんだよ、これもう。でもさっきのドッジボール熱いから赤オリュウでいいんじゃないですか。まあ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 ね、期待しちゃったよ、もう。結構今破壊力のあるハズレだったよね、今。あのラッシュ入れて昇天しそうな俺を見てもらいたいです。いやー、あれ気持ちいいんだよ。引き続きアマデジのダンバインを打つネッスは50回転。あ、赤い来た。いやー、ここが青いのはちょっと違うんだよな。倒せばリーチ、倒した。こっから、あ、キリンから、キリンから出た。これ行く、これ行っちゃうぜ。オーラロードを先ほど外した私です。さすがにこれは当たりますよ。閉まらないけど大丈夫、これでも行くんですよ。キリンガラ出現から VS リアレスリーチへ。ここは何としてでも当てたいところだが、これは外れませんよ。行くに決まってるさ。信じてるよ。大きいボタン、大きい赤いただきました。よいしょ、ありがとうございます。いやー、気持ちいい。来た来た来た。こっからが大事なんですけど、とりあえず当たりました。よかった。50回転ですね。さあどうなる、いきます。あー、ダメだ。まあ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 、まあ、この台のいいところはね、時短もちゃんと50回続くんで、50回でまた引き戻せばラッシュにまた入りますんで、あとラウンド昇格も一応あります。ただめった出ないんじゃないかな。 ST 突入ならずと諦めていたその時、基本的に出玉は少ないです。お、行くか、行ってくれ。うわー、行った。来た。こうなったらもう行け行けよ。おお、たまらん。はい、 V 入賞します。最高です、ありがとうございます。ネッス、見事継続率約 91% のダンバインラッシュに突入。早い時はもうここで当たりますからね。さあ、主に、まあ、200個くらいの出玉が、継続して続くんですけれども、継続、あー、カオリ、もうこれいく。はい、当たる。こういうこと、こういうこと、これですよ、これ、これがたまらんのですわ。はい、どんどんいきましょう。さあ、何本まで伸びるか。カメラさん大変ですよ、これ仕事いっぱいありますよ、これ油断しちゃいけないやつですからね。あ、カウントダウン来た、赤もう大丈夫。はい、外れた、嘘、マジか、抜けんなよ。お、いいね、保留変化と絡んでる。赤も来た、大丈夫でしょ。よっしゃ、危ない危ない、落ちるよ。どんどん行きましょう。 ST 残りわずかに追い込まれるが、やべー、おお、突当たり、あー、びっくりした。よかった、これ、これ気持ちいい。あー、びっくりした。残り6くれたね。あべー、それ、よいしょい、落ちろよ。あ、来た、
はい、これ8ラウンドですね、4ラウンドの単純に倍ということで、400個ぐらいです。お、保留変化も絡んでる。赤いただいた、よいしょと、ご満悦なんです。 ST 残りわずかになっても8、おお、危ねえ、あ、よかった。こういうこと、こういうこと、楽しい、興奮すんな、興奮すんな、これ OK。とりあえず10連成功でございます。でラッシュでいったら13、いいですね。出玉も2000発超えました。この調子、下手なマックスより出ると思いますよ、マジで。あ、赤いくかい、いった、11連目。できる限り多くのアドバンテージが欲しいネスは、その後19連、25ラッシュまで大当たりを伸ばし、アマデジながら出玉4500発獲得に成功。ラッシュ25の5747、まあ実質これが4500発です。いやまあ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 、25ラッシュ十分じゃないですか。とりあえず、開始早々4000発出ましたんで、まだまだここからいっぱい出しますよ。もっぺん入れましょう、ラッシュ頑張ります。じゃあとりあえずパワフル打ちますかね。悩みながらアマデジのフィーバーパワフルデラックスを渡り歩くセグコ。すると、あっ、マジで、やったね、500円追加投資してしまっています。まあ、あと4ラウンドなんで、なんとか戻してほしいですね。巻き返しに期待したいセグコはさらに、まだ ST 中ですよ。当たってお願い、よし、最低でも6はある。あとはこれが16になってくれると最高。残念。このあと4ラウンドながら4連まで伸ばしたセグコ、時短は抜けたものの、ラインは当たってほしい。きた、早い引き戻しで助かった。とりあえず追加投資せずに出玉を伸ばせます。あー、これが全部7になってくれてるとありがたいんだけど、なかなかそういうわけにもいかないですね。早い引き戻しに成功。さらに、ただ私は今ランプを見てしまいました。15にランプがついているのをボタン押します。セグコ待望の15ラウンドをゲット。出玉を急激に伸ばし始める。16回ぐらいです。落ちちゃいましたか。どうしよう。いや、俺ちょっとやめた方がいいかなと思って。じゃあやめましょう。次何打ちたいですか。次ジョーズかな。隣。ジョーズ隣です。はい、じゃあちょっと移動しましょう。よいしょ。台も定まらぬまま2枚目に突入です。まずい。上手に移動するも、ひたすら何も起きない展開に塩姉は、これ私たち当たんなかったらどうします。ある、ちょっとね、俺も心配になってきた。心配ですよ、何も起きないんだもん。ちょっとあの奥海の方に、やばいやばいっす。我々番長ど根性ガエル上手にやられ、今傷ついた体で癒しを求めて
沖海、癒しの海を求めて、はい、けどフェスは投資は早くも合計4万円超えで大ピンチ。起死回生の沖海移動は果たして成功するのか。15ラウンド大当たりを絡めて2連中のセグコは、ただ時短中のねオールフルーツは結構煽られるんですよね。さっきも外しましたけど、マジ引き戻した、嬉しい。15ならもっと嬉しい。そしてまた私は我慢できずに右下を見てしまいました。セグネいい感じじゃないですか。だいぶいい感じですね。今どんくらいですか、持ち球。今3000発超えました。いいね、持ち直しました。なんとかいいね。勢いに乗るセグコはさらに、ああフルーツ出てきた。ああちょっと長い。あマジ、偏るな。また15ラウンド。なんと15ラウンド大当たり2連続。その後連続大当たりを10連まで伸ばし、メロン超えた。えい、イエーイ、イエーイ。お嬢ちゃん、お嬢ちゃん6000発近く持ってんのね。いやこれだよね、やっぱさっきまで困ってたじゃないですか。そう、すげえ困ってた。これだよね、じゃないです。ここ勝たんといけんとこですからね。そうですね、うん、いや頑張りならあっという間ですよ。そうね、頑張ります頑張ります。いったるで。好調から一転、300近いハマりで出玉が崩壊しつつあるネッスだったが、んおっ、今あのコインとこキリンじゃなかった。あれ今ちょっと見逃した、一瞬しか見えんかった。これが黒騎士疑似連レベル3に発展し、ここですでにビルバインになってるっていう。でここで、ああ勝った、ビルバインリーチ閉まるっていうね。おお次回予告来た、熱い次回予告はめっちゃ熱い。確かこれ80パー近くあった気がします、記憶が正しければ。いける、キリン柄次回予告、信頼度の高い VS ズワースリーチ。これはさすがにもらったも同然か。普通赤だから、いくよ、はい、来た、よっしゃー、よし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 、通常かもしらんけど、とりあえず OK、 頼む。あーまあまあまだ ラウンド昇格もあるから大丈夫。ダメでした、ただ時短で引き戻す、テーパーしない、この野郎。しかし無情にも時短を昇格。やったぜベイビーカモン、ここはい、ラッシュ1アタック175、ネス03 ST 突入ならず。また当てようね、また当てようね、そうね、センちゃんセンちゃんダメでした。左打ちに戻してくださいっていう悲しい、ごめんよ、声が聞こえました。ごめんよ、当てるぞ当てるぞ。気合が空回りのネッスはここで前半戦終了となった。いま、ね、だ台が定まらない塩の塩根ペアは、そうです、アイス食べた。食べちゃいないよ、当たったら当たったら当たったら食べていいです。
当たったら、当たったらアイス食べていいって言われたから、当たったらね、しお姉さんアイスあのご馳走しますよ。やったやったやった、すぐ当てます。アイスでしお姉を釣るしおの、すると、音符、当たった、あーいいっす、あーいいっす、マジか、あーいいっす、あー2か、うん、マジで、アイス、やったアイスゲットしました。うわー、食い意地が張ってるな。なんとアイスパワーで大当たりゲット。しお姉の食い意地恐るべし。とちおとめストロベリー。何それ、もう何決まってんの。決まってます。終わっちゃった。マジ何もなかった。アイス購入してきますよ。やった、アイスどこに売ってんの。そこの自販機、はいはい、よくご存知で。高っ、150円もすんのこれ。ねえ、まだ単発ですからこの辺でいいんですよね。たくもう、はい、お姉さん、どうぞどうぞ。やった、ありがとうございます。これ高いよ、160円。安い。なんとか確変をね。やった、行きましょう行きましょう。いただきました、ご機嫌。いただきます。塩姉、アイスを食べたところで前半戦終了。後半戦は本気出してくださいね。じゃあ後半戦なんですけど、とりあえず目標はね、1回当てることですね。今日このまま行っちゃうと6万ぐらい負ける可能性が出てくるんで、まあ何でもいいからまずは1回頑張ります。前半戦まだ大当たりを引けていない塩の焦る気持ちを抑えながら打ち始めた、その時、お当たった。いや、突覚だった。いやでも全十分です。今塩野さんが当たりました。お、流れ変わりましたね。流れ変わりましたね。後半に入ってそう、ありがとう。いやいや、しおね、はい、しおね、はい、格変だよ。格変、よかった。格変、後半開始早々見事格変に入れたしおの、ここから2人の逆襲が始まるのか。とりあえず私が当たるまでは格変にいてください。 OK。 あー、なんかサメが出てくるとドキドキするな。ストッパーですからね。ストッパーだからな。サメシングルとか やめてくれよ。あー、おーし、おー、いい音鳴ってる。まぶしい。よかった、おじいちゃん元気になった。よし、元気。ダンバイには負けないぞ。ダンバイ。シオノ、まずは格変大当たりをゲット。さらに格変ですか。炎の目。炎、魚群出た。いや、それはね、あんだけ投資すれば当たりますよ。あっ、おっ、何ですか何ですか。一回通り過ぎやがったんだよ。ああ、やりやがるな。戻り7でございます。スーパーラッキー。風に乗り、随分ご機嫌になりましたね。やっぱりね、パチンコは当たってなんぼですよ。あ、払いたくなってきた。マジですか。アイスかな。
このまま勢いに乗りたい塩野だったが、なんだよもうお前たまなしい2回もだよと怒り浸透の塩野。もったいねえな。しかしよし急転敗、いけいけゴー、よし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 校長よし出ててん、はい、ありがとう、いただきいただきいただき、これで5連達成。後半見違える展開に、さらにさらに、またかよおいおいおう学編デラ回りになったよ。これで6連目。塩の怒涛の連続大当たりはどこまで続くのか。引き続きダンバインの雨デジを打ち続けるネッス。4500発もの出玉が崩壊し意気消沈していると、これだ、一歩間チャンスですね。そろそろ当たろうぜ。おいきなり決戦いった。こんなパターンだ。おこれキリンフラッシュ激アツです。ここのついてる今音聞こえたと思うんですけど激アツでございます、うん、もう当たってか大丈夫、うん、水からね、なるほどなるほど、うん、でかいやつで、でかいやつね、ありがとうございます。今これデータ取ってて外れた、超恥ずかしいわ。250余っちゃったよ。ネスさんも無事当たりをつけたみたいなんで、やっとですよ。こっからおマットさん頑張るよ。頑張ってください。本当にしかしこの大当たりが ST 突入ならず、時短中に当てられるのか。ネス03ここで引き戻すしかねえんだよ。もう250とかハマってんだよさっきからよ。ここで当てるしかねえじゃん。頑張ります。1ってカウントだよ。カウントなんか赤、ああるマジである、もしかしてないんかマジか。これさあやったラッシュ入った。ネス君が来たよ。ラッシュ入りました。よかった、とりあえずでも入ってよかったね、うんうん、ごめんね、待たせて、頑張るからあーこのチャンスいかさんといかん。頑張れ俺、頑張れ俺。ネッス、ここが正念場。継続率約 91% をできる限り伸ばしたいところだが、頑張っていきましょう。さあ、いくっしょ。ぴょん、ほいほいほい、うっそあれこのチャンスを逃すとやばいよ。セグレ、ラストです。セグレ、答えてあーちょっとごめん、何も言えない。気まずくなってじゃないよ。ごめんごめん、ラスト。セグレ、報告あります。セグレ、報告あります聞こえるこの音、聞きたくない現在6連中の塩野は、あーまずい、まずいシングル、やめて。スーパー行きました。いったまだスーパー行ったら外れるかも。当たっちゃった。あら、まあまあまあ、でも単発でもね球もらえますから。まだ昇格もありますし、
格変終了かと思われたその時。あ、おー、昇格。いや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 、やりました。順調、好調ですね。俺ね、あの魚群タイム始まると終わるジンクスがあってね、格変がね俺本当に結構トイレ行くのよ。それが覆されたってことは2桁連チャンあるんじゃないかって。ありますね、ねジンクスを打ち破ったから。ありますよこれは。あー、リアルに腹が痛い。姉さん、おもらしは厳禁ですから最悪の事態を免れるためにもトイレに行ってこよう。汚い。これは当たれば確認がないのかな。おお、やばい。違うのかな、忘れちゃったな。もう塩野、これで8連目。塩姉の分まで出玉を伸ばし、相手ペアとの差を詰める。さらに、あい、自然バッター。いやー、止まんないですね。もうありがとうございます。いやまだ確変中だ。9連。すごい、すごいよ。ところが、ああこらこらこら、やめろお前。おーし、おー、サム、あー、サム調子いい。いやこれはやばいな。あ、本当に2桁連チャンした。10連チャン。まあでもこうなると20連ぐらいしたくなっちゃう、ね、欲深い。そう、欲深い。塩のサム登場からの10連目。こうなると逆転も十分射程圏内に。いただきます。塩のさんもついに海が謎連しちゃうお年頃になったんですか。なりましたね、はい、やっぱなんか20連とかしてるのおじいちゃんおばあちゃん多いですからね。そうもうそういうね、こう酸いも甘いも分かる年頃に私もなりましたその後2ラウンド確変を挟んで現在の11連目。おお、マジか、すげえ海祭り、海祭りよしよし、年の子素晴らしい。塩のこれで1万3000発近くまで出玉を伸ばす。しかし、あー、まずい。4サメちゃんだ。サメちゃん、しかもノーマル。ノーマル。いやー、やられた、こいつにやられたか。まあでもね、まだ分かんないと言いつつ、ここは潮時かなと。終わった。13連で終了。しかし、お清見のスペックを考えると十分な戦績。いやー、今日のお仕事終わったな。もうあとは私ですね。そうです、13連で、まあ突角が3回あったんですけど、まあ1万3000発ぐらいは取れたんで、まず4連待ちですね。よく13連もしましたね。すごい。いや、奇跡だよ、本当奇跡だよ2回言う、奇跡だよ。2回言っちゃうよ。塩野に続きたい塩姉。すると、魚群来ないかな。あー、わだー。
やったー、当たりました。海モード選んでてチャンス目来たんですけど、ノーマルのままだったんですよ。あー、スーパー行かなかったの。もうなんかあれでしたね、朦朧としていて海モードのチャンス目の後にノーマル来てるのに、あれってなってない時点で、もう塩ね、塩対応かと思ったの、ね、海に対して目覚めました。目覚めましたか。噛みました。噛みましたね、今目覚めました。頑張ります。お、でも魚群だよ。単数だけど、何番あんだろう。魚群だから当たれば確変。当たれ、よし、さすが。クイーン、おい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 、塩野と入れ替わるように塩姉も格変へ。この勝負全く読めない展開に。あ、イルカ来た。向こうめっちゃ積んでます。マジで聞かなかったことにしよう聞かなかったことにしますか。マジっすか。そんなに出てんすか。多分レンチャンしてるんだと思うんすよね。おー、それはやばいっすね。ただ2人で投資相当いけるっていう話だったんで、そこが唯一の救いなんですよ。そう、どれぐらいか分かんないんですけど、触れちゃダメ。90ナンパーループでしたっけ。セクコ、触れちゃダメあ、重いよ重いよ重い、重いが重い。バカもう。その後は初当たりは引けるものの、なかなか ST へ入れられないんです。ラウンド中も楽しめるというね。一方、現在7000発の出玉を持ち順調なセグコは、素敵な音が聞こえた。6ラウンド以上。やるねどっちだ、全部7になって出てこい。きた、以上じゃねえじゃん、すごい。やったね。やるね。あとはネスさんが叩いてラジに入ってくれれば。今もう頑張ってっから俺。いや、もう絶対出てくれるって信じてるんで。お、任せろ。お願いします。俺に任せろ棒読み俺に任せろって。さらにこの大当たりを4連目まで伸ばし、おお、いい音。よいしょやばい、いいとこにランプがついてる。マジで、うん、すごいね。すごいね、これ1万発いけるぞ。とりあえず万発はすげえな。ああ、いい音、いい音。さらにさらに、結構青でずっとやられてるんで、緑に行ってくれただけでだいぶ期待してしまう。あー、フルーツ出てきた。あー、あ、また15ラウンド。またしても15ラウンド2連続。この大当たりをきっかけにセグコついに1万発超え達成。暇になっちゃいましたね。一方、すっかりやる気をなくしてしまったネッスは、聖戦士のせいもなんか立身弁に生きる方のせいとか。あまあちょっとネッスさんの下の話と性の話は、はい、その辺にしていただいてすいませんでした、すいませんでした。いや、いいですよ、なんとかして尺稼がなきゃって思ってるんですよね。思っちゃいますよね。1万発超えました。おお、マジでマジで超えました。今なんか向こうも見てきたけど、なんかそんなでもねえんじゃねえかっていう。あと1時間ぐらい。そうっすね、はい、1時間切ったぐらい。あの、もうそのネスさんの今日の
負け分を取り返すとしたら、はい、この島で一撃でいけるのってダンバインか水戸黄門、黄門茶間ぐらいしかない、ね、と思うんですよね。でまあ俺のこのなんだろうマックス引けない病からしたらマックスでもやっぱ出ない、うん、であれば天野ダンバインだ頑張ってます。19にタンタンタンでございます、うん、タン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 になる可能性がありますよ。まあ、せめて、まあ、取り返すのが理想ですけど、うん、せめてちょっと怪我が少なくなればいいですね。そうね、だってタンタンタンときたら、まあ、次くらいには入るもん。 35% だって35。このままでは終われないんです。するとおお、キリフラッシュ、ナムさん言うた、これ超熱いよ。変動開始のキリフラッシュは絶対熱い。7点とかしろ、7点とかしろ、3か7、これは当たると思う。あ、4か。これはいい、めっちゃいい。意外とビルバン行ったりして、ガシャーン。あ、ビルバン行った、本当に行った行った。だよね、これが VS レプラカーンリーチ、最後の最後に当てられるのか。ボタンの大きさは海底でございます。ありがとうございます。いや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 、復活復活のやつ、復活のやつ、いやこれ外れませんって。パキーン、ほらびっくりした。そりゃそうさ、落ちろや落ちろや、まるやボケ。4回目かな、4度目の正直いきます。バカダウンド昇格です、ダウンド昇格です、ダウンド昇格ですよ、うん、決まってんじゃん。しかしこれが時短へ、ネス絶体絶命の大ピンチ。すごい、赤保留、赤保留ある、これありますよマジで。いきます、ラッシュ入った、セグネお待たせ、セグネお待たせ、来たよ、よし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 、こっから俺プラス収支ありますよ、リアルに行こう行こう、プラス収支の元へ。これ押しちゃうな、これ、うん、ケツある人早めにね帰っていいよ、うん、ネタとしか思えないふりをするネッスだったが、だよ全然だ、もう時短じゃねえんだから。赤の方でしたね、これいきます。これ誰だ、おら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 、はい来た、落ちろよ、やったよ、いけ、よし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 、あっぶね、お来ましたね、引いてますね。その後8連まで伸ばしたが、12ラウンドの3パーなんですね。うん、俺スターじゃなかった。左打ちに戻してくれ、ねえもうやめていい、もうやめていい、ねえ帰っていい、エンディングとかしなくて帰っていい。一方逆転に向けて奮闘中のシオネーは、あよし来た、これは当たれば、当たれば確定、おおマリンちゃん、ミスマリンちゃん、シオネーさすがっす、やりやした。これは実戦終了時間まで当ててればいいですか。いやいや、まあ実戦終了とは言わず閉店まで、閉店まであと何時間、はい、もう新聞載っちゃってください。何で言って、え恥ずかしい、パチンコで連チャンしすぎて新聞に載るって恥ずかしいですよね。茨城県出身の女性をパチンコで当たりが止まらず出身みたいな絶対に嫌だと、どうでもいい話をしていると、お、逆転だ、いいよ、当たれ、75%、マリンだったら大丈夫でしょう、俺はいいからこっち当たって、こっちこっち
たって、よし、おーし、よかったよかった。俺もちょっとこの波に乗っていきたいな。2人で出たら全然違いますもんね。いや違う違う、逆転に向けて着実に出玉を増やす塩姉だったが、外れて、あー、あ、まあ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 、極変にと、その時塩野の台に動きが、あ、お願いします、絶対当たる、おー、もう当たったまたやりました。なんと塩野またしても核変に突入、さらに時短中の塩姉が、あー、ウリンチャンス 45% ぐらいじゃん。もう頭でやってやる、塩姉頼む、あーまい、あー当たった、頭当たってないから、頭当たったよ、頭で当たりました、やった俺もやりてえな、エリーチャンス来たら頭、うん、頭てか頭でのね期待度だいぶ高いですよ今のとこ。私頭で外したら嫌だなと思って。俺もその後塩野は2連塩姉は8連まで大当たりを伸ばし実戦終了となった。土壇場までもつれ込んだ今回の対決、驚愕の結末が待ち受けていた。実戦終了、やったお疲れ様でした。あー、どうでした今日の実戦どうでした、楽しかったんじゃないですか。私はもう稀に見る、うん、この番組で稀に見る笑顔で終わることができたので、うん、むしろ戸惑ってます。あ、どういうコメントすればいいんだろうってできすぎて、そう、勝った時なんて言えばいいんだっけっていう感じになってるんですけども、ね、まあ、残念ながらちょっと相方の方がですね、はい、ちょっとまだナンバインショックからちょっと抜けてない。ナンバインショックからゼロさん、ちょっと、ちょっとくそーゼロさん今多分ね、音声さんびっくりしてる、申し訳ございません。ちょっとね、今日は朝からね、名前やっぱ間違えられちゃったところからちょっとそこからちょっと狂い始めてたのかも。ネッツ03は良くないかもしれないですね。そうですね。そちらはどうでしょう。こちらはですね、なんか見ましたよ、ちょっと見ましたよね。おい、おっさん、喋れこの野郎ニヤニヤしねえでこの野郎、なんか13点なんか13点、どやさが見えるわ。 65% なのになんかもう終わる気がしなくて、通常時が恋しくなっちゃって、俺もうわ、腹立つ腹立つけど羨ましい、めっちゃ楽しかったっすね。いや、こんなこと言ってますけど、あのお昼直後に当たった時超大声出してましたからねこんな余裕じゃなかったですよ、はい、結果の方見て、はい、参りましょうか、はい、せーので、わかりました、パネルを上げましょう、はい、せーの、じゃん、うわー、おー、超出るか、あと、勝負、ギリギリだった、入れてんすねそうなんですよ、なるほど、マジか、いや、結構俺負けたかなと思ったけど、マジか、ど根性がやると上手そう、そうですね、そうですね、間違いないですね。でも逆にうちらの勝因は最後のラッシュですよ、だからあれ声優だったそう、あ、じゃあそこで、そこでですよ、分かれ目、すごっうわ、びっくりした、いや、ダンバインショックもショックじゃなかった、ショックじゃなかったですね、ありがとうよし、よし、いや、いい線いってるかなと思ったんですけど、ここまで僅差だと、いや、思わなかった、思わなかったですね。僅差が異常に多くて、またかっていう感じですけど、今回、あー、よかった、そっかそっか、じゃあ今回の結果を受けて、激なくなっちゃった、激なくなっちゃった、あんなに、いや、逆にショックだわはい、じゃあボード受け取って、結果が、はい、ボード受け取って仕事してくださいよ、分かりますけど、はい、気持ちは、お、4がついた、あー、3ポイント取れませんでしたね、いや、
でも今回みんなすごいね、なんか。よかったね、でも1ポイントあってね。うん、ある種1取っただけでも奇跡だと思うよ。そう、そうなんですよ。もう急にちょっと連チャンするまで、その13連するまで、まあ1も無理だと思っていたので。ちょっと涙目じゃないですか。なかなか投資5万7千円を海で取り返すっていうのはないですもんね。本当超嬉しかった。本当に本当パチンコクソだなと思って。ほら、こういう仕事なんだから言っちゃダメですよ。ダメダメダメ、お仕事ですから。だいぶ熱いバトルでしたね。ちょっとレベルが高いとは言えませんが、まあまあそうですね、まあ、面白い戦いだったと思います。はい、はい、というわけで次回も熱いパチンコバトルをお届けしたいと思います。それではさよなら。さよなら。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。